本日は若葉校火曜 J3 チームに来ていただいております。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はどんなことを意識して練習しましたか？顔を上げることです。今日顔を上げることです。どんなこと？ジグザグドリブルの時に、アウトサイドに切り替えるところのスピードアップです。おー、なんかいいですね。顔を上げるところです。今日試合の中で自分が試せたことを一つお願いします。シュートを浮かすことやってみましたね。ループシュートですね、はいはい、ドリブル、ドリブルで1対1、1対1をどんな風にしてみました？うん、まあ、かわす、かわす、はい。今日じゃあ真ん中で受けることにしました。あ、真ん中で受けること。受けた後はどんなことできました？周りの、周りの、あとはドリブル仕掛けられました。顔を上げることです。顔を上げてどんなことがありました？試合中に視野が広くなりました。視野が広くなってドリブル仕掛けられましたか？ちょっとだけ。あ、よかったですね、はい。じゃあ将来の夢一つです。日本代表になってワールドカップで優勝したいです、はい。J リーガーになりたいです。J リーガーになりたいです。J リーガーになりたいです。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。